今日は私たち全世界のカトリック信者と心合わせてこの日の喜びを味わいます。これは聖母マリア様の飛翔天祭ですから、マリア様のことを考えますと、あなたはどう連想なさいますか？どうお考えになりますか？マリア様と申しますと、だって無現在のマリア様とも言いますしでしょ、現在なくてこの世に生まれてこられたし、救い主イエス様のお母様となられた、選ばれたお方で、本当にマリア様と申しますと大変尊敬します、尊敬しますけれども、なんと言っても遠くから見ているような感じですね。マリア様はあんなに、私たちよく祈りますでしょう。恵みあふれる聖マリア、主はあなたと共におられますとか、選ばれたお方です、神様に特別な恵みを受けられましたでしょう。ですから私たちはいくらマリア様尊敬して、マリア様のよ、まあ真似と申しましょうか、マリア様に習ってと言った方がいいかもしれませんけれど、やはり言動があると思いますね。一つ今日の福音の中で、エリザベト、親戚エリザベトおっしゃった言葉思い出しましょう。神の御言葉を信じる人は幸いです。マリア様はまさにその通りになさいました。自分が偉いとか、自分が特別に選ばれた人とか、いやいやいや、マリア様はむしろお次の時おっしゃったように、私は主のはしためです、しもべです、下のものです、謙虚におっしゃいました。自分が特別なものとは思わなかったんですね。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。マリア様はこのような心を持って天使に返事なされ、そしてこのような心を持って一生を行われました。ですから今日私たちはマリア様の大勝利とも言えるマリア様の飛翔天を喜んで神様に感謝と賛美の祈りを捧げながら、マリア様に少しでも近づきたい、少しでもマリア様のように生きられるようにと願いましょう。マリア様に習って特別の恵みは、それは神様のお定めです。私たちをいくら願っても叶えられるはずがないんです。大切なことは、マリア様は自分に与えられた使命、自分に与えられた人生の仕事、自分に与えられた役目、それはお母様になることにしても、十字架のもとに立って涙を流された時も、楽しい時も苦しい時も、すべて私を主の発すため、お言葉通り好みになりますようにという、その美しい心、素直な心、
謙虚さ、従順、このような美徳、私たちは今日のお祝いにあたって、どうかなマリア様、少しでもそれができますようにと願いましょう。これからまたお店を続けますけれども、まあマリア様と一緒にこのお店を捧げます。特にイエス様が天国に戻られてから、マリア様はこういうご御座に預かられて、ご御座の時にまた聖体拝礼をなされました。そのような美しい心思い出してください。そして、ああどうかマリア様、あなたのような心を持って、私たちも尊い御子イエス様をご聖体を大切にして、自分の体、自分の心に迎え入れることができますよう心から願いたいです。今日このことについて考えながらご御座を捧げましょう。神よ、あなたは、神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンは、あなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、私たちの汚れ、私たちの祈りを受け入れてください。この水とブドウ酒の神秘によって、私たちは人となられた方の神聖に預かることができますように。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒は、あなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。この水とブドウ酒の神秘によって、私たちは人となられた方の神聖に預かることができますように。神は私たちの汚れを洗い、罪から清めてください。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。慈しみ深い神よ、この供え物を捧げて祈ります。天に上げられた聖母の取り次ぎを願おう。私たちがいつもあなたを求め、愛することができますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、また司祭と共に、
心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父、全の永遠の神、聖母マリアの祝日に、主キリストによってあなたを讃え、感謝を捧げます。あなたは命の主、キリストの母マリアを死後の滅びに委ねることなく、今日天の栄光に挙げられました。こうして聖母マリアは教会の初歩として神の国の完成に預かり、旅する民の希望、信じる者の慰めとなりました。あなたの救いの技を称える天使の群れとともに、私たちも喜びのうちに歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ、天の意図高きところにホザンナ、褒むべきかな主の何より敵たる者、天の意図高きところにホザンナ。まことに聖なる父よ、作られたものはすべてあなたを褒めて耐えています。御子私たちの主イエスクリストを通して聖霊の力強い働きにより、すべてに命を与え尊いものにし、絶えず人々をあなたの民としてお集めになるからです。日の沈むところまで、日の出るところから日の沈むところまで、あなたに清い捧げ物が備えられるために、あなたに捧げるこの備え物を尊いものにしてください。御子私たちの主イエスクリストの体と恩賜になりますように、主の言葉に従って今私たちはこの神秘を祝います。主イエスは渡される夜、パン、小鳥、感謝を捧げ、弟子に与えて王政になりました。みんなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、あなたに感謝を捧げて祝福し、弟子に与えて王政になりました。みんなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これは私の記念として行いなさい。信仰の神秘、血の死を思い、部活を称えよ、主が来られるまで。